株式会社杖屋は、京都府京都市中京区丸太町通りに本拠を置き、杖だけに特化した製造、販売を行う企業。日本初の杖専門店を開店。全国に直営店を11店舗を展開するほか、デパートなどでの催事販売や販売者による移動販売とインターネット販売を行っている。天国の杖の開発、世界初となる移動販売者による杖の販売など、そのユニークなビジネスモデルが多くのマスメディアで注目されている。2019年10月より KBS 京都ラジオ杖屋杖だけステッキトークにてパーソナリティを担当、毎週月曜夜に放送中である。2000年より介護用の住宅リフォームなどを手掛けていた創業者坂野宏が2006年誰もやっていない事業を京都市中京区で杖専門店を創業したことに始まる。当初はファッション性に重点を置いた杖を販売していたが、2009年に坂野自身が目の難病を患ったことを契機に、杖が体だけを支えるだけではなく、心も支えると知ったことで、使い手のニーズを重視した商品開発に取り組むようになったことと在庫と種類の豊富さから競争が生まれにくくなったことで業績を伸ばし、2019年現在京都市内6店舗のほか東京、大阪など全国に11店舗を展開する。各店舗には杖の専門知識を持つ杖コンシェルジュを配する。百貨店での催事販売は全国で都市150回程度開催や全国約300店舗の調剤薬局での委託販売のほか、中国、台湾、シンガポールなど海外でも行う。店舗運営法として改装費を極力抑え店舗によっては営業日数を限るなどの効率的な運営で高い利益率を上げ、欧米や中国などへの進出も視野に入れている。製造委託や輸入では欧米、中国、南米など40カ国と取引がある。常時在庫を9000種類18万本を取り揃え、K蒔絵師、下出雄太郎による蒔絵を施した。美術工芸品としての価値も持つ高級杖をはじめ、京セラとの協業による人工宝石の装飾、螺鈿細工、京都の伝統工芸士による漆塗り、登山者にも需要が多い折りたたみ式、傘に見えるカムフラージュ杖、階段昇降に便利な階段式杖、坂野が東日本大震災の被災者らが不便を強いられていることを知ったことがきっかけで開発された。LED ライトを内蔵したものなど多彩なバリエーションを持ち、坂野自身がデザインも行い、持ち手部分だけでも400種類を備える。また、同社製品は、同社が介護用品を扱っていた実績から安全性にも高い配慮がなされている。同社は2009年より10年連続で売上プラスを達成しており、セグメント別売場構成では、イベント催事 50%、店頭販売 35%、ネット販売 6.5%、薬局販売 5%、移動販売 3.5% となっている。また、在庫倉庫ではなく店舗で管理するという発想と、店舗をドミナント展開することで囲い込みにつながり、商品がうまく回転しているとされる。同社製品は、公益財団法人京都産業21の京都のエエモンにも選定された。2013年から取り組んでいる販売方法で移動販売者による竿だけ売りを模した杖や杖だけの流し営業でも知られ、自ら店舗に赴くことが困難な高齢者の介護や入居施設、障害者らの自宅への出張販売も行い、1回の移動販売で35から40万円の売り上げがあるという。ネット通販同様、専用車が街中を走ることで知名度アップ、認知度アップの一環となっている。出店ほか、ありがとうございます。